皆さん、こんにちは。今年も行われるプロ野球界の祭典、マイナビオールスターゲーム。今年は第1戦が7月23日にエスコンフィールド北海道で、第2戦が翌日24日に明治神宮野球場で行われます。今年はパリーグのファン投票が日本ハムの選手でほとんど埋め尽くされるなど話題もあった球宴ですが、残念ながら選出されたものの辞退となった選手がいます。今回はその選手をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。1人目はパリーグ代表、福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手です。柳田悠岐選手は言わずと知れたスター選手で、今季もソフトバンクの主力選手として5月までで48試合に出場し、打率2割9分3厘、4本塁打、35打点に出塁率4割5厘を記録するなど活躍。人気も高く、投票前から救援出場は確実でしたが、5月31日の広島戦、3回に内野ゴロで凡退した際に1塁までの走塁後に右太ももを痛め途中交代。翌日出場登録選手を抹消され、佐賀市内の病院にて右半腱腰筋損傷により全治4ヶ月と診断されていました。その後6月18日にリハビリ組へ合流。現在は歩行動作を中心としたリハビリを行っており、7月18日には中谷リハビリ担当コーチより経過は良好、次のステップはジョギングとコメントされています。今季中の復帰はありませんが、今季無類の強さを誇っているソフトバンクの来季以降の主力として完全回復を期待したいですね。2人目はパリーグ代表、埼玉西武ライオンズの中村剛也選手です。中村剛也選手も長らくパリーグで活躍したスター選手、おかわりくんの愛称で愛された。今年41歳の長距離砲は、今季はここまで58試合に出場し、打率1割9分1厘ながらチーム1位の7本塁打を放つなど活躍。ファン投票の指名打者部門で選出され、ホームランダービーへの出場も予定されていましたが、右手関節炎などによるコンディション不良によって7月11日に今季初めての出場登録抹消、出場を辞退することが発表されています。通算6度の本塁打王に輝いた期待のスラッガーですが、今季は自身の不振などもありチームは得点力不足に喘ぎ低迷。チームの年長選手でありながら中心選手としての活躍が期待される。台所事情が苦しいのは間違いありませんが、チームの数少ない長距離砲として今は救援に無理をして出ている場合ではないという判断だと思われます。しっかりと怪我の回復に努め、西武立て直しの立役者となれるでしょうか。3人目はパリーグ代表、北海道日本ハムファイターズの水野達樹選手です。水野達樹選手は若返りを図る日本ハムにてプロ3年目の今季ショートのレギュラーを獲得。水野達樹選手はここまで60試合に出場し、打率2割3分、3本塁打、21打点を記録し、自身初となる本塁打やキャリアハイの60試合出場を果たすなど活躍を続けていました。そして今年のオールスターファン投票にて2位のオリックス紅林選手に約7万票差をつけ、ショート部門でトップの票数を獲得。自身初の救援出場がかかっていましたが、6月21日の楽天戦にて走塁中に右足を負傷、右足関節外側靭帯損傷により復帰まで4から6週間と診断されました。日本ハムの新庄剛志監督は水野達樹選手の復帰が早まることも視野に入れ、水野達樹選手の救援出場は目指しますよ。もちろん出ないと公式戦で10試合オールスター戦に出られなくても参加してほしい、走れなくても1軍に上げようかな、病状は本人にしかわからないけど今はジョギングができていると、オールスター戦を欠場すると決まりにより後半戦の10試合を終了する翌日まで再登録ができないペナルティーを頭に入れ、出場できなくても参加してほしいと話していましたが、結果的に辞退することとなっています。しかし実は水野達樹選手は6月21日に負傷してから登録を抹消されたままだったため、オールスター戦直前までに10試合以上の抹消期間を消化。これにより救援後の後半戦スタートから復帰することが可能になっています。4人目はセリーグ代表、横浜 DeNA ベイスターズの筒香嘉智選手です。筒香嘉智選手は今季途中にメジャー挑戦から帰国し、5年ぶりに日本球界に復帰。浜の大砲として愛された長距離砲は
今季途中5月に加入すると38試合に出場して打率2割6厘6本塁打18打点を記録。22打席連続無安打や7試合連続ベンチスタートなど調子に乗り切れないシーズンを過ごしていましたが、左肋骨の疲労骨折のため5日に登録を外れ、今回のオールスターを辞退しています。筒香嘉智選手はチームに貢献できないのは残念というか申し訳ない思いです。夏場の大事な時期にいい状態でプレーできているようにしっかり調整しますと話していました。これまでも骨折を隠しながらのプレーは経験していた筒香嘉智選手でしたが、日に日に痛みが強くなってきていた。完璧に折れると2ヶ月半から3ヶ月かかる可能性があると、残りのシーズンもチームに貢献するために早めの離脱を決めたようです。事態に関しては、せっかくファン投票で選んでいただいたので、出られる体であれば出場したい。ただこればかりは状態次第なので今は分かりませんとコメント。かつて日本の4番も務めた大砲は、今回の怪我や不振を乗り越えてチームのために復帰することができるのでしょうか。では次に辞退者の代替である補充選手をご紹介します。まずパリーグですが、柳田悠岐選手、中村剛也選手、水野達樹選手の辞退により補充選手としてソフトバンク周東右京選手、オリックス A マチャド選手、オリックス太田亮選手が選出されています。周東右京選手は今季ここまで73試合に出場し2割5分6厘2本塁打13打点を挙げており、盗塁数では2位の小深田選手に10以上の差をつけて1位、現在両リーグ唯一の30盗塁を記録するなど足を使って攻守にチームに貢献しています。アンドレス・マチャド選手は今季オリックスに加入し、途中5月に9登板で4失点と崩れていましたが、他の月は高い奪三振率も含めて完璧な投球。現在まで34試合に登板して防御率 1.82、 2勝2敗11ホールド16セーブを挙げ、セーブ数でリーグ3位に1、奪三振率 10.13 などを記録し、守護神として優秀な成績を残しています。太田亮選手は今季ここまで58試合に出場し、規定未到達ながら打率2割9分4厘2本塁打31打点を挙げ、チーム1位の打点を稼ぐ得点圏打率3割9分6厘を記録するなど、ハイアベレージで勝負強い打撃を見せています。セリーグは筒香嘉智選手の辞退により補充選手として横浜 DeNA T オースティン選手が選出されています。平オースティン選手は来日5年目となる今季、怪我やコロナによる2年間の不振を払拭するように55試合に出場して打率2割8分7厘12本塁打31打点を記録。得点圏打率は4割を超えており、かつての進化を発揮するようなシーズンを過ごしています。いかがでしたか。今回はオールスター戦の辞退選手と代替となる補充選手についてご紹介しました。年に一度のお祭りをみんなで楽しみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。